こん今回はですね、FX でも株でも、まあ、何でもトレードあったそうなんですけども、9割の人がお金を失ってしまう4つの、えー、意外すぎる理由、典型的な失敗パターンについて、これは実は、えー、表では推奨されているやり方、えー、正しいと言われているやり方だけど、実際にやってみると、えー、違う、逆の効果になってしまう、えー、負けてしまうっていう、その 4つ実はですね、集約できるポイントがあるので、それを今日お話ししていきたいと思います。この4つを知るだけで、えー、今までもし、なかなかトレードがうまくいってないとか、どうしても特定の負けパターンにはまってしまうとか、と、えー、いう場合だったら、かなり大きなヒントを得られるんじゃないかなっていうふうに思うので、えー、ぜひその4つをですね、覚えていってもらえたらなと思います。で、まず1つ目なんですけども、これは本当、もういろんなところで推奨されているやり方なんですよね。で、何かっていうと、それは、 いわゆるブレイクアウトってありますよね。ブレイクアウト。要するに、まあ、相場が、こう、特定のレンジ内で動いてて、そこからブレイクします。まあ、こっち両方上と下ですよね。で、ここで買いましょう。ここで売りましょう。っていうのはよく言われることですよね。でも、これはね、基本的にはこれ勝てないんですね。えー、この戦略を、例えばシステムトレードとかで、えー、非常に長期間、えー、検証しても、これ実はですね、負けるんです。 で、相場っていうのは、そんなに素直に一方方向にブレイクはしていかないですね。したとしても、最終的にブレイクしたとしても、それまでは、例えば、抜けたように見,て見えて、反対に落ちて、揉んで、また抜けていくとか、えー、こういうようなパターンを経るんです。だから、素直にブレイクしたら買う、下にブレイクしたら売るをやっていたら、振り落とされたりとか、 えー、損切りしてからまた思惑の方向に行くとかっていうことがよくよく起きます。しかも、えー、値段を相場追いかけてしまっていることでもあるので、後追いをしているので、なおさら流れには乗りづらいです、えー。波がもうすでに出てから波に乗るっていうのは基本的には難しいですよね。だからまずこの一つ目をやめるということですね。次に二つ目は何か二つ目は、これもよく言われることです。これもよく。 推奨されることですね。損傷を利頼しましょうって、よく言いますよね、えー。トレードで勝つためには、損を小さくして利を伸ばすことが推奨されますこれ多くの人が言ってますけども、これ理論上は正しいんですけど、えー、実質ですね。物事はね、必ず理論と実質があります。で、理論上は正しいように思える。でも実践では、実質ではこれはあまり機能しません。機能しないんです。また理由は後で説明します。これが二つ目。多くの人は損傷利頼を え、意識しすぎて、実はお金を失います。で、じゃあ三つ目は何かっていうと、これはまあ、えー、それなりに多くの人が知ってることだと思うんですけども、まあ、大きすぎるロットですね。まあ、ポジションサイズが大きすぎるということですね。えー、で、特に、えー、よく、例えばあるアドバイスとしては、チャンスの時にロットあげましょう、みたいな。で、これは僕も実は言ったことあるんですけども、 これはやはりかなり勝率が例えば高いやり方であるとか本当に自分がレベルがある程度上がってきてここだったらいけるっていうポイントがある程度分かってきた時にたまにロットを上げるのはいいんですけど基本的にそのチャンスの時にロットを増やすっていうのは非常に難しいんですなんでかっていうとそれがチャンスかどうかっていうのは分からないからなんですよねその次のトレードが本当に今までよりも大きなチャンスなのかっていうのはやはりそれなりの え、経験値とか、その時の流れ、相場感、背景を察知、分かっていないと、なかなかできないんですが、これ結構難易度が高いことなんですけど、どうしてもこれは推奨されているし、多くの人が、そうした方がいいと思って失敗してしまう典型的なパターン、理由なんですね。で、次。四つ目は何かっていうと、えー、まあ、これはもう、まあ、よくやってしまいがちです。ホームランを狙うということですね。まあ、一回のトレードにかけてしまうとか、 一回で大きな価値を狙いに行ってしまう。どうしてもそれは目先の利益を出したい。えー、例えば、あとは損失を取り返したいとか、いろんな理由がそこには重なってきますけどとにかく結論としては、ホームランを狙うと長期的には絶対生き残れないですね。この四つが、四、えー、つっていうのは、今言ったブレイクアウトを買う、ブレイクダウンを打ってしまう、値段を追いかけて後追いするということ。二つ目が損傷利大損を小さく切って利を伸ばす。これは理論上正しいけど、実質ではあまり機能しない。で、三つ目が多くすぎるロットですね。チャンスの時にロットを上げる。 そういった一見正しく思えるようなポジション調整。4つ目がホームランを狙うですね。これが実は負けるトレーダーが取る典型的な行動パターンだし、最終的にお金を失ってしまう理由なんですよね。で、じゃあ、継続的に長く勝ち続けていくためには、お金を残しつつさらに増やしていくにはどうしなきゃいけないかというと、これを全部ひっくり返す必要があります。常識を逆転させる発想が絶対に必要になってきます。じゃあ、どうするか。これ非常にシンプルです。逆をするだけです。 一つ目は、ブレイクアウトをただ追いかけるのではなく逆です。えー、弱き。つまり弱い相場を買いに行きます。で、強き。強い相場を売ります。つまりほとんどの人が取る行動の逆をするということです。で、これはなんでこうするかっていうと、基本的にその誰が見ても上がっている状態であるとか、誰が見ても、例えばこうですね。 とか、こういう動きです。これが長く続けば続くほど、より多くの人がみんなが上がってるよね、下がってるよねっていうふうに分かった時点で、その動きっていうのはもう近々反転するんです。なんでかっていうと、もうエネルギーが過剰にパンパンに膨れ上がっているので、それ以上は流入できない。えー、もう膨らみ切った風船みたいになってるじゃないですか。ということは、それ以上膨らむのではなく、もうそこからはもういつ破裂するかっていう問題になってくるんですね。だから加熱したポイントを追いかけたら、絶対馬場を引きます。で、 例えば沸騰したお湯ってあるじゃないですか。100度でお湯って沸騰するじゃないですか。で、その沸騰したお湯って温度はもうそれ以上上がらないじゃないですか。あとはもうそこから100度からピークから、えー、下がる、温度は下がるだけの状態ですね。だからそういう時っていうのは必ず逆の行動を取る必要があるっていうことです。だから弱気を買って強気を売るっていうのは基本戦略になってきます。まあトレンド転換を狙うと言ってもいいんですけどね。トレンド転換を狙っていくのが実は最も まあ、優位性があるっていうことになります。だからトレンドは友達とか、ええー、いう格言もありますけど、あれは一理正しいんですけども、ええー、トレンドは友達だけど、かっこいつ裏切るかわからないっていうのが真実だったりしますね。で、多くの人は、ええー、みんながもうこれ絶対上だよねって分かった時点でエントリーするので、ほとんどの場合。だから、その時に裏切られるっていう印象が起きたりするわけですね。で、ちなみに、こういう話をすると、 そのいや弱気とか強気とか、えっ、ー、と結局その流れがいつ終わるかわかんないじゃないですかっていう疑問ねあのおっしゃる人もいるんでそれはもう当たり前ですね。基本は誰もわかんないです、えー。ただ、時々極めて高い確率でその次の流れがわかるときがあるんですね。それがまあトレ相場がね、ねトレンドが転換する場面なんですけども、その転換するときっていうのは非常に特徴的な動きをするので、えー、実はそういうときの方があの予測、 次の流れを予測しやすいんです。トレンドの途中を予測するよりも、トレンドが転換しようとするときの方が実は分かりやすい特徴が出るっていうことになります。で、あとはもう一個は、そもそもが上がろうが下がろうが関係ないトレード戦略を採用するっていうのが実はベストですね。買って上がるのを待つとか、売って下がるのを待つという、そもそもそういう戦略から外れるっていうことです。まあ、これはまたどっかで説明できたらと思います。で次に二つ目なんですけども、 えー、損勝利大ですよね。損を小さくして利用を伸ばすっていうことの、基本的には逆をやることの方が、実は多くの人の場合、生き残れます。で、まず利益はしっかり確定します。で、勝率を重視します。この場合は。利益をこう伸ばそうとするっていうのは、実は伸びるときはね、まあいいんですけど、それってほとんどないので、あの逆に勝率を下げるし、せっかく利益だったものが損になるっていうこともよくあることなので、 利益が出たらしっかり確定します。で、含み損に関しては慎重に扱います。どういう風に扱うかっていうと、泳がせる感覚ですね。ちょっとマイナス損失、含み損になったらすぐにロスカットするのではなく、えー、少し様子を見る感覚、泳がせる感覚を持つっていうことです。釣りみたいに、すぐに、えー、パンって、えー、水に入れたら魚が食いつくわけではないじゃないですか。ちょっとこう浮かしたり、外に出したり、餌を動かしたりしながら、 食いいつきを待つみたななものなんですよ、ね、すその、ここで重要なのは勝率が高い戦略を取るっていうことですね。勝率が高い戦略。で、えー、勝率が高いっていうのは非常に重要なことです。で、勝率が高い場合、仮に一時的に含み損になっているものも、最終的にはプラスになって終わるケースが非常に多いわけじゃないですか、勝率高いから。だから、えー、損に、 少しマイナスになって切っていたら、勝率が働かないんですよ。勝率が仕事してくれないんですね。例えば、ここで買って、で、こう下がって、あ、ちょっと下がっちゃった。で、ここでロスカットとかして、で、こういくケースって非常に多いじゃないですか。非常に多いですよね。ということは、こういったところを泳がせる感覚を持っていないと、すぐに振り落とされてしまうということなんです。これが結構損傷利大で陥る罠なんですね。 で、仮に、まあ、勝率高くても時々損失で終わるので、そういう時は最大損失を決めておくっていうことですね。最大損失さえ決めておけば、勝率が高ければ必ずトータルプラスになるので、一回の勝ち負けに、あまり気にならなくなるっていうことですね。で、三つ目は、えー、ロットをとにかく落とすということですね。これ非常に重要で、あの、多くの人はロットを 無理に上げようとしたり、短期間で短時間で上げすぎます。なんでそれが良くないかっていうと、大きすぎるロットはストレスを与えますね。で、ストレスが加わるとどうなる、人はどうなるかっていうと、脳みそがサバイバルモードに変わります。サバイバルモードになると、目先のことしか見えなくなってしまう。目先のことにしか対処できなくなってしまうんです。そうすると、えー、過去からの経験で今を判断しかできなくなるので、えー、非常に視野が狭くなります。非常に動物的になるってことです、ね。だから目の前になんか、 猛獣に襲われたときに、なんか、一年後の未来とか考えられないじゃないですか。そのときに、一年後に身についてるスキルを習得しようとか考えられ、ないですよね、そんなこと。とにかく目先今、自分がこれまで経験してきた知識、スキルでどうにかこの状況を、えー、乗り越えるってことしかできないじゃないですか。切り抜けるってことしかできないじゃないですか。ってなったら、もう冷静な判断ができっこないので、えー、もう、基本的には負けるモードに入ってきます。だから脳がサバイバルモードに入らないように、常に冷静で、 え、緩んでいて、えー、リラックスしてる状態を維持することですね。緊張したら絶対ろくな判断できないですから、そういう意味ではロットはとにかく落とすっていうことです。一回一回のトレードもロットを下げる、落とすっていうのはもう基本中の基本ですね。で、次四つ目なんですけども、ホームランを一切狙わないっていうことですね。一切狙わずに、もう利益は、一回一回の利益はそんなに大きくはないけど、勝率が高いトレードで利益をとにかく積み上げていく、積み重ねていくことによって、 かけ、確率ですね。が、味方をしてくれるようになります。10回では分かんなかった。でも、100回、200回、バイバイを繰り返していったら、プラスになっていくっていうのがトレードの世界なので、必ず、えー、長期的な視野が必要ですね。1回のトレードで、2回のトレードで、3回のトレードで、えー、結果が分かるわけではないですね。だから、そういう意味では、1回で狙わないっていうこと。ホームラン狙わないっていうことになります。で、ここまで話して、多分、言われたら、まあ、それはそうだよねって思うと思うんですよ。 全部頭では確かにそうだなって思うと思うんですね。でもよく考えたら当たり前だけど、なかなかこれ実行できないんですよ。負けてしまう、お金を失ってしまう多くの人はこれは実行できない。分かってるのにできないんですね。それはなんでかっていうと、理論上の再現性と実質の再現性が違うからです。トレードって。理論上こうやったら勝てる。でも実際にそれを再現できるかっていうと、非常に難しい。その通りやれば本来だったらプラスになるはずなのに、できない。なんでか。 それはやっぱりこれまで自分が積み上げてきた過去からの判断パターンとか価値観、こういう状況の時は自分はこれを選択する。物事の後は優先順位、こういう状況の時、こういう追い込まれた時自分はこれを優先するっていうものが、えー、トレードにちゃんと適用できてないからですね。日常生活ではそれで大丈夫だけど、トレードっていう環境にカートタン、 そのこれまで積み上げてきた判断パターンとか価値観、物事の優先順位が通用しないんですね。トレードでは日常とは違う判断とか優先順位事項を求められるので、だから何が大事かっていうと、そういったトレードに適合した新しい判断パターン、価値観、えー、スキル、えー、っていうのを、ストレス、脳がストレスサバイバルモードではなく、非常に自分がリラックスして落ち着いている状態で、 体と心頭に練り込んでいく練習が、これ絶対トレード上手くなる上では必要不可欠なんですね。